いよいよオリンピック開幕ですね。大野くんは気になる競技とかありますか？なるほど。ええ。いや、いよいよ始まりますね、北京オリンピック。気になる競技。ね、選手ですか？やっぱりね、僕はもう、いますよ、そりゃ。もうね、こいつにかけてます。選手なんですけどね。この選手が、やっぱどこまで活躍するかっていうのは、すごいね、気になるんです。それは誰かというと。やっぱりね、やるとは思ってましたけどもね。桜井翔です。この桜井翔、翔が、ね、まず、何の競技に出るのか。ね、これが一番見物ですね。翔選手が、何の競技に出てどこまで勝ち進むのか。ね、何競技出んのか。ね、からどこまでやってしまうのか。ね、世界記録更新するのかっていうね。これは本当に期待大だと思います。ね。まあね、桜井翔選手はね、日テレにしか出ないんですけどね。まあでも彼がね、どこまでやるのかっていうのはね、見てほしいですね、皆さん。桜井選手に、日テレで注目してください。